皆様お疲れ様です。 OHK アナウンサーの岸下圭介です。10月25日火曜日のクスクス、今日は私が担当します。どうぞよろしくお願いします。今日お伝えする企画はこちらです。スポーツ全力ライブ裏話、よろしくお願いします。今日はバスケットボール B3 リーグのトライフープ岡山についてお伝えします。トライフープ岡山の蛭木健二ヘッドコーチは夕方の情報番組ナンションにも出演していただいていることでおなじみですよね。それでは今年のチーム、どんなチームなのかまず見ていきたいと思います。チームは4シーズン目を迎えています。2020-21 シーズン、トライフープは強力なディフェンスを武器に白星を積み上げますが、 B2 への自動昇格にはあと一歩及ばず2位。昨シーズンは5位に終わりまして、リーグ終了後に B2 昇格決定戦に挑むも、こちらも敗れてしまいまして、またもや B2 への切符をつかむことはできませんでした。さて今シーズンはどのようなチームで臨んでいるんでしょうか。 B2 昇格を目指すシーズンになっていますけれども、9月30日のスポーツ全力ライブではトライフープの特集を放送しました。今日はその VTR をご覧いただきたいと思います。 VTR スタートです。今日開幕するバスケットボールの B3 リーグ、今シーズンは16チームが参戦します。岡山市と津山市をホームに活動するトライフープ岡山は2018年に B3 リーグに参入し、今年4年目のシーズンを迎えます。昨シーズンの悔しい思いをこうみんな持っているので、やっぱそこは必ずシーズンで力になるのかなとは思ってます。ここ何年間か本当に惜しいところまで来て、自分たちの手から昇格っていうものがこぼれ落ちてるっていうのが続いてると思うんで、やっぱりその悲願を果たしたいですよね。昇格であったり優勝っていうところ、はい、間もなく新シーズンが開幕する B3 リーグ、選手たちの練習にも力が入ります。悔しい思いを胸に今シーズンこそ B2 昇格を果たしたいトライフープ。就任3年目の蛭木健二ヘッドコーチは今シーズンのチームの持ち味をこう語ります。トライフープらしいバスケットボールっていうのはやっぱり全員でひたむきにディフェンスを頑張る、それも相手を圧倒するぐらいエネルギーを持って激しさを持ってディフェンスをするっていうところが僕らの持ち味の一つだったと思うので、やっぱりその姿を取り戻したいですよね。ディフェンスをチームの生命線と位置づける蛭木ヘッドコーチ、その中枢を担うのが浜野興南高校出身の岡田陸人選手です。自分の強みでもあるディフェンスのところで、昨シーズンより運動量っていうところをもっと上げたいなと思って、走り込みだったり、ウェイトトレーニングだったりを、中心的に、やってきたので、結果で出していきたいと思います。身長174センチと小柄ながら、長身の外国人選手にも果敢に立ち向かうハードプレーが持ち味の岡田選手。今年は下半身を徹底的に強化し、蛭木ヘッドコーチが文句のつけようがないと評価するディフェンスに磨きをかけました。ぶつかっていくのが僕のスタイルなので、ファウルになっても、逃げずに戦っていきたいと思います。さらに今シーズン、チームの勝利には欠かせない新戦力が加入しました。To come back to Okayama was a little bit more of a, for me, more sort of like welcome home from playing here with 3x3 many years. So, I think I was really looking forward to coming back to Okayama specifically. アメリカ出身のデボン・ワシントン選手、33歳。2018年にトライフープの3人制バスケットチームに所属していました。その後ブルガリアなどヨーロッパのチームでプレーし、今シーズン満を持してトライフープの5人制チームに加入しました。 I think just being able to come on the court and bring energy and bring energy multiple ways, whether defense or offense or just with communication。豊富な運動量で攻守に存在感を示すワシントン選手。蛭木ヘッドコーチはワシントン選手の加入がチームにいい影響を与えているといいます。
まあ、ワシントン選手がかなりやっぱりディフェンスの意識が高い選手であって、やっぱりディフェンスってこう5人の中でコートに立ってる5人のうち1人でもやらない選手がいるとそこから崩されてしまうんですよ。でそういった意味で今年は本当に全員がディフェンスの意識が高くて、まあ、なかなか相手にとっては嫌なチームになるんじゃないかなとは思いますね。いよいよ始まる新シーズン、堅いディフェンスを軸に悲願の B2 昇格に挑みます。長いシーズンですけど、開幕戦というところは一番大事だと思ってます。いい試合をして、まあ、最終的には自分たちが2つ取って、いい流れでシーズン迎えたいと思います。 I just want to go play every game hard hopefully gonna put on good performances for the fans every game。 やっぱりこのチームをこう B3 から B2 に昇格するためにここに来たと思っているので、ぜひ応援をよろしくお願いします。優勝、昇格っていうものを、そろそろ岡山の皆様にプレゼントしなければいけないと思うので、ぜひ会場に来て僕らの後押しをしてくれたらなと思います。リーグ開幕前に特集した映像をご覧いただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。今シーズンこそ B2 昇格を決めたい、そんな強い思いが伝わってきましたよね。その B3 リーグですけれども、今シーズン16チームが参戦しています。今日現在ではありますが、トライフープ岡山8勝0敗で首位に立っております。本当に素晴らしい。開幕から無傷の8連勝を記録していますが、今後この連勝をどれだけ伸ばしていくのか、そして悲願の B2 昇格を果たすことができるのか、皆さんと一緒に私も応援していきたいと思います。今日のクスクスは私岸下が担当しました。皆さんありがとうございました。また次回